はい、田中正造を朗読する15分を始めたいと思います。今はですね、川又事件、が起きている、裏側でですね、田中正造が、国会で、質問をし、そしてそれに対する演説をしているというところです。で、川又事件というのはですね、この足尾鉱毒事件の被害者たちが東京に大挙で押し寄せて請願をするという押し出しというふうに言われているものですね。これをこの利根川の私、川又という私のところでですね、警官によって阻止されて逮捕者が出て、指導者が、退去、請願やって退去逮捕されてしまうんですね。それで田中正造と被害民たちは、この田中さんがですね、なぜこの被害民の請願を政府は取り上げないんですかというふうに質問しているところに、上京して押し寄せると。そういう、段取りだったんですが、この利根川を渡ることができずに、逮捕されてしまうと。そういった、ことになっております。で、今はですね、この、何も知らない、田中正造がですね、国会で演説をしている、その、途中まで読んだというところです。はい。で、鉱毒被害地損失価格、被害者面会不許可につき質問の理由演説、そういったものですね。はい。では続き、で、昨日はですね、この人が死んでも構わないと、いうようなことでは困るというふうに、田中が言ったところです。で、それに対して私がですね、現代で言うと、ジョルジオ・アガンベンという哲学者が、ホモ・サケルというふうに、な言葉でですね、表現しているものに当たるのではないかということを、説明したところでした。はい。で、続きを読みたいと思います。例えば、政府の人も、今日在野におる人も、始まりから心がけて悪いことをする者は少ないものである。はい。わざと悪いことをする、そういう人はいないですよね、と。で、十分骨を折って、これでよろしいだろうと、思うてやる。それで行かないときには、うまくいかないときにはという意味ですね。行かない方の手段を取ってくれなければ困るのでございます。はい。うまくいかなかったときにどうするかということをやってくれなければ困りますと。多くの学者がよってあつらえたものだから、人が死のうが、何が死のうが、前の仕事が立派なものであるというような、壁心というふうに読むんでしたっけ。ちょっとすいません。調べたはずですが、悲願心ですね。悲願心というのは、この悲願む心でした。失礼しました。それで、この悲願心ですけれども、これはですね、まずこの予防工事の話をしているんですね。つまり、足を、銅山から出るですね、その鉱毒の予防工事をしなければ、工業を停止にするぞというふうに政府が言ったわけです。で、これに対して、銅山側はですね、一応、この予防工事をしたということになるんですが、そこでは結構ですね、役人が、ちょろまかし、おめこぼしというものを、やって、それで、OK が出るんですね。で、しかし、その後の洪水で一向に、鉱毒が、予防されてないということがわかるわけです。ですけど、この学者が寄ってたかって、準備したものであると。そして、これをですね、検査する人が、検査してよかろうというふうに言ったものであるということになっているわけですね。ですから、この前の仕事が立派なものだったんだから、
まあ、そういう、まあ、ひがむ心でいいのかどうか、ちょっと私はわからないんですが、偏った、この見方、ものの見方という方がですね、なんか文脈的には合うような気がします。まあ、いずれにせよ、この悲我心を持って、人あやめをなされては迷惑な話であるのでございますから、どうぞこれまでは、どういうお考えでありましても、どのようなお考えが完全なお考えであったかは知りませんけれども、どうもその考えが至らざるところがあって、まあ、つまり、もともとですね、この想定していたものがおかしかったということですね。で、この想定外というふうに言ってもいいんじゃないんでしょうか。まあ、原発事故がですね、起きた時に、まあ、これは想定外だったというふうに言ってましたが、実は、想定外じゃなかったという話が、あったと思います。まあ、ですから、この場合もですね、考えが至らなかったんだと。なので、人が死んでますけど、しょうがありませんねと。そういう話では困りますということですね。はい。でちょっと、メモっておきますが、まあ、想定外と、コンファ。はい。で、ついに、殺したくもない多くの人を殺したという事実ができたときには、前のことはすっぱり改めて、新しくお考えを願わなければならないのであると。はい。まあ、それはそうでしょうね。予防工事をしたので、これで、バッチリ、もう、大丈夫だと。それでも死ぬっていうことは、うん、まあ、どういうことなんだろうと。まあ、とぼけるわけですよね。ですけど、田中さんとしては、実際にこれだけの人が死んでるんだから、その予防工事が間違ってたんだというふうに、まあ、考えるべきだと。すっぱり、改めてと。まあ、これはだから予防工事は、失敗だったということですね。要するにね、予防工事は失敗だったと。どうしてもですね、官僚ってのは自分たちで決めたことをですね、途中で曲げるっていうことがとても嫌なんですよね。まあ当時からして、で、非常にこう権威主義なので、まあでもそこをですね、考えを改めなければいけないということですね。予防工事は失敗だったと。まあ考えを改めなければならないと。まあそういうことですね。はい。わずかな部分を調べて、千人からの人が死んだというときには、はい。で、これはですね、まあ何回か出てきておりますが、この、いわゆる今でいう超過死亡者数ですね。これを、まあ、統計的にですね、調査するわけです。で、まあ、この無害である地域と比較するということをやりました。はい。で、本来であればこんなに人が死なないのに死んでる。で、これは年間1064人だというふうに割り出したわけです。だから、それがこの1000人という言葉ですね。で、しかもこれはわずかな部分。全部じゃないですよということですね。だからこの、まあ、被害地の中でも、一部、まあ、ごく一部だと。ごく一部の、地域の、におけるですね、まあ、超過死亡者数、でも、まあ、1000人、まあ、1064名なんですけどね、正確にはね。1064人と。はい。で、1000人からの人が死んだというときには、政府の調べでは何千人になっておるか。はい。まあ、これは被害民たちが自分たちで調べたわけです。ですから、もしこれを、政府が調べたとしたらということですね。ここは実際にはですね、政府は特に調べていないわけです。調べるの嫌ですからね。
実際にこれだけの被害が出てるってことはね、だから、政府の調べでは、まあ、何千人というのは、これはどういうことかというと、実際には調べてないので、もし調べたらということですね。はい。で、何千何百人になっておるか、特にこれらのことについても調査がなければならないはず。また世の中に公にしなければならぬはずであるのです。はい。で、これはだから、まあ、もしかして政府は内密に調べているかもしれないという。でも、もしそうだとしたら、それは、公にしなければならないはずじゃないですかと。どうか、この30年の内閣調査会に関係した諸君もございましょうし、はい。で、この30年って明治30年ですね。で、今喋ってるのは、まあ、明治33年なんですけれども、まあ、30年、の時にはですね、この内閣の方で、この調査会という、公読調査、委員会というものが立ち上がったわけです。で、その時は、まあ、野党という言い方はしないんですが、まあ、なんていうか、大隈、さん、たちがですね、力をこう、つけてきたというところですよね。はい。で、まあ、それに関係した諸君もございましょうと。それは、県政本党の中などには、はい。で、これは、現在ですね、田中さんとか大隈さんもいるところですが、などにはたくさんあるのであるが、随分、我々が骨を折ったであって、天下の学者が集まってしたものであるから、これは、間違いがないと、威張るのは、それはよろしいが、人殺しがあっては迷惑な話である。はい、ということですね。で、これは、はっきりとですね、この県政本党に対しても、ちょっと、言いたいことがあるぞ、いうことですね。で、ここは結構、まあ、これまで、田中さん、ちょっと遠慮してたところが あるんですけれども、県政本党に対してもですね、ちょっと文句があるということになります。というところで、私の、そうですね。大丈夫かな。なんか、虹色のマークが出ちゃって、動かなくなっちゃったんですけど、なんとかだ。ちょっとこれを、ちょっとダメですね。すごく遅くなってるのかな。はい、ちょっと動かないので、でも遅いけど動いてる感じだな。まあ、それに県政本党、その自分、所属政党ですね。所属政党に対する、まあ、異例の批判と。はい。まあ、ということが、言えるかと思います。ちょっと文字が変換されませんね。ちょっとこれはほっときましょう。で、とりあえず、次のページ。はい。まあ、で、威張ってると。自分たちもですね、これだけのことをやったんだぞと。で、ここのですね、遡ると、まあ、これも、紹介しましたが、大隈重信さんがですね、自分が、農商務大臣を兼ねることになりました。まあ、その時に、自分がやるからにはやるぞっていうふうに、この官僚たちの前でですね、まあ、大風呂敷を広げたと。それを田中さんは結構冷ややかに見てて、まあ、大隈さんなら相手にとって、まあ、不足なしみたいなことをですね、新聞に、記者に行ったり、話したりしてるんですね。まあ、そのあたりから、実は、田中正造としてはですね、あんまり当てにしてなかったというところがあったと思いますが、結局なんかそこまでその、大隈重信に、期待してなかったということですね。はい。で、はい。で、それでこれで自分たちはやったんだと、威張るのはいいけれども、
これ人が死んでるじゃないですかと、でこの自分たちで決めたものが、うまくいってないってことを認めず、でもこれはちゃんとやったんだからっていうふうに言ってるっていうのはおかしいよと、考えを改めなさいっていうことを、言ってるわけですね。まさかに人を殺すつもりでお見込みで、やるお軍方はないのである。まあこれは先ほども言いましたが、わざと悪いことをしようとする人はいないでしょう。まして人殺しですからね。で、人を殺す目的で予防工事を施したのではなかろう。至らぬところがあって、知識の至らぬところがあって人を殺すということに今日なっておるのであれば、くれぐれ新しきお考えを希望いたすのでございます。はい。まあこれもですね、この直接的に批判したくないという、あの気持ちがまだあるというところですよね。この人を殺す目的でやったんではないでしょ。至らんところがあったんでしょ。だったら考えを変えてくださいよ、ということですね。一口に申しますれば、目前に死人を山のごとく積んでおいて平凡の議論をされちゃ困るという、こういう話である。それでただ人が死ぬ死ぬと申しましてもなんでございますから、一応、今日の質問書の購読のために天産を亡滅すべき有形上の価格についての質問というので、私の見るところを参考にご披露申しまするが、本来これより諸君がご調査なし下されますところのいくらかの材料になろうかと存じまして。はい。まあ本来はですね、この政府が調べるものじゃないですかということですが、私たちが、まあ、調べましたと。まあそういうことですね。素人の私が、天産、これはだから農産物ですね、主にね。農産物と水産物ですね、魚も入ってますので、天産ということについてお話をいたす。鉱毒の流れる川、すなわち、渡瀬川付近の天産と申す者は、これより利根川に及ぼしておりますが、この付近の天産というものは、非常に天産の種類が多いということである。これをご記憶を願うのであります。はい。で、ちょっと時間がですね、来ちゃった感じで、これから天産の話をしますよっていうところで、まあ、今日は終わりたいと思いますが、人が死んでるのに、そんな、普通の話をしてるんじゃ困るよというところですね。もうここは多分きっと田中さんのことですから、まあ、力を込めて、言ったんじゃないかなと思います。でも官僚はもう一回決めたことで、その通りに自分たちやってるんだから、これでいいんだっていう話をするわけですよね。で、そんなことじゃ困る。まあ、ということをですね、言ってる。まあ、そこがちょっと、なんかね、まあ、いろんな、ことを思い出しますね。福島の時とか、やっぱり、この既存の規制の路線からこう外れるってことがなかなか難しい。まあ、そこをどういうふうにこの非常事態に、まあ、対応しなければならないのかということをですね、まあ、我々は考えさせられるなと思いました。はい、今日は、これで終わりにしたいと思います。